小久保監督、観客の妨害行為にリクエスト。客さらしリクエストは草。小久保、マナー悪いしさらしたろ。小久保、美しくない客はさらし上げてやる。ファールフライを観客がキャッチ。あ。ああ、やってもうたな。守備妨害やろ。謝ってて草。やべって顔してて草。平誤りで草。守備妨害が適用されてアウトに。リクエストを要求する小久保監督。リクエストできるんだ、わら。そのリクエスト客を晒し上げるだけやん。小久保リクエストは鬼畜やろ。リクエストできないのを説明する審判。頑張れ頑張れ小久保、頑張れ頑張れ小久保。頑張れ小久保コールは草。何を頑張るんや。応援団も客晒しを望んでるぞ。死刑の現場をたった今目撃しとる。妨害を宣告しているのでリクエストできません。よかった死刑はなかったんだね。まあ国母はきちっと説明してもらえたらよかったんやろな。妨害は美しくないからね。これは今しめ。